皆様こんばんは。ミュージックブーンのお時間がやってまいりました。本日の司会を務めさせていただきます水谷瑞希です。よろしくお願いいたします。いやいや、どうですか皆さん、元気ですかね。なんか南の方ではやっとやっと梅雨明け宣言、東京では緊急事態宣言ということで、なんか全然気分が違いますけど、まあでも東京もね、晴れやかな晴れがちょっと見えたりしますので、はい、ちょっと元気に行っていこうと思います。そして本日は太陽のようなお二人をお呼びしてますので、ぜひ皆さん素敵な素敵なお二人のトーク、そして演奏も、この30分間の、癒しの時間として皆さんも楽しんでいただけたらと思います。水谷瑞希もですね、まあ、こちらに戻ってきて、2回目ということで、まだちょっと緊張が解けないですが、まあ、何はともあれね、この後の演奏で大好きな曲をまた演奏させてもらえるということで、ちょっと興奮してまして、先ほどのリハーサルでもなんかちょっと嬉しくて、走っちゃうんですよね。走っちゃう、先に行っちゃうっていうことなんですけど、本番でちょっと落ち着いてちゃんと弾こうと、今落ち着け落ち着けってこうやってるところでございます。はい、まあ、でも素敵なお二人とのトークで気持ちは落ち着き、そして演奏もうまくいくことを願っております。さあ、そしてあのね、このジメジメのを乗り切るためには、あの水谷瑞希はやはりね、美味しいものを食べるに限ると思いまして、この間桃をいただきましたよ。和歌山から送られてきた桃がなんかいっぱいあるんだけど持ってっていいって友達が言ってくる、来てくれたので、もうぜひ待ってますっていうことで、持ってきてもらったら、もうね、可愛らしいピンク色のお尻みたいな桃が来まして、まあ、桃ってなんて美味しいんでしょうね。あのみずみずしいというか、なんかね、ジュースを飲んでる感じ。そして和歌山の桃って本当に美味しいなと、はい、改めて思いました。和歌山の皆さん、ありがとうございます。いつでも待ってます何請求してんだって話ですが、まあまあ、今日はね、みずみずしい桃ならぬ、みずみずしい音楽をお届けしますので、その前にも素敵なお二人のいろんなお話も聞けたらなと思っております。 CM 明けぜひ楽しみにしててください。まずは CM。 弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。はい、ということで早速素敵なゲストをお呼びいたしたいと思います。よろしいでしょうか。ミュージックムーンではもうおなじみになりました、このお二人、スタイル3よりバイオリン高島英介さん、コントラバス長澤智彦さんです。こんばんは、ご無沙汰しております。今日はありがとうございます。どうぞどうぞお座りください。いやいやいや、まあ、皆さんね、もうよくご存知かと思うんですけど、もしかして初めての方がいらっしゃるかもしれないので、一応お二人のプロフィールを、あの、簡単ではございますがご紹介したいと思います。ありがとうございます。スタイル3、バイオリン高島英介、コントラバス長澤智彦。新宿路上でやってたすごすぎるバイオリン演奏でネット上の話題になったバイオリンとコントラバスのユニットスタイル3。高島英介さん、バイオリンと作曲を担当、長澤智彦さんはコントラバスを担当しております。そしてこのお二人によるポップインストユニット、合ってます？ポップインストユニットで2004年11月に結成。じゃあ今何年目ですか？もう17年目、セブンティーンですね。いいですね。はい、クラシック、ジャズ、バラード、そしてラテン、ロックなど多岐なタクのジャンルを取り入れた個性的なオリジナル楽曲、
もう楽曲は本当に素晴らしいんです。そしてジャンプやブリッジを行いながらの高島英介さんのバイオリン演奏、そして長澤さんはコントラバスをくるくるくるっと回転させるなど、独特なパフォーマンスと躍動感あふれるステージは本当に必見です。お子様から大人までどなたにもその魅力をお楽しみいただけます。ぜひ皆さんもコンサートに行ってみてくださいね。ということで、スタイル3さんの、あとスタイル3のお二人です。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこのミュージックムーンでは今年の1月から3月そして4月まで、そう、延長してね、ね、延長ね、本当になんか、はい、ありがとうございました。私が言うのもおこがましいんですけどなんか見ててなんかすごい嬉しかったです。いい、もうこちらこそなんかもうね、なんかすごい番組受け継ぐっていうことですごい緊張してていやいやどうなるかなっていう感じ。いや、もうこんな素敵な2人が受け継いでくれるなんてなんて思って、はい、見てました。あたふた、あたふたで。そうですか、うん、でもお話すごいお上手というか、お二人ともなんかすごい慣れてらっしゃる感じが、うん、記憶にないです。記憶にない緊張しちゃってなんかもう何喋ったか全く覚えてない。あ、そうなんですか、うん、そうなんだ。いや、でもなんかこの二人だったらね、いろんなところで番組持ってそうな雰囲気ですけど。いや、初めてでしたね。あ、そうですか、うん、どうでしたか、司会は。楽しかったですか。楽しかったですよ。あ、本当ですか、うん、いろいろね、うん、緊張感がいいじゃないですか。そうですよね。時間も きっちり決まってて、うん、勉強になります。あ、よかったです。よかったですって、私なんか偉そうなんですけどでもなんかライブと違う緊張感ですよね、うん、生放送ってね、うん、そうなんですよね。言葉を、ね、止めちゃいけないとか、うん、なんかこんな言葉言っちゃいけないとか、はい、いろいろね、ありますからね。 NG な言葉が、 NG な言葉が、うん、で頭で考えて後で飛ぶっていうね、飛ぶなんだっけみたいな飛んだりする。でも意外とね、そういう踏まなかったりするので大丈夫ですよ、うん、2人だったら。普段からこれ言ってる人はダメだけどね、オリバーさんとかそういうこと言うなし、的な名前はい、はい、まあ、そんなお二人が、まあ、3、4ヶ月、この番組を持ってくださったこのご縁が、はい、なんとコンサートになって決勝、うん、実を結ぶってことで7月の24日に、ね、はいはい、ライブが企画されていたんですが、ですが、なんとなんと、まあ、この緊急事態宣言がまた再発令ということで、うん、まあ、やっぱりちょっとお客様のことをね、まあ、一番に考えると、ね、このまま踏み切っちゃうのもちょっとこちらもいろいろなんか心配が大きくなっちゃうので、今回は泣く泣く、まあ、延期という形で、うん、延期です。はい、ちょっと残念でしたね。私もなんかすごい久しぶり の、うん、コンサートで、しかもお二人とご一緒できるし、この間司会やってくれた西浦しおりんとか、うん、あと花輪一郎さんはもう私ずっとご一緒してるんですけど、うん、意外とここ1年ぐらい会ってないんですよね。そうなんですよ、うん、ね、なかなか会えず。でも延期ですから。そうですね、うん、大丈夫、大丈夫、やります、絶対やります。やります、やりましょう。はい、ただチケットを買ってくださっちゃった方はぜひ、うん、返金手続きさせていただくことになっておりますので、チケットを買ったサイトにてそちらにお問い合わせいただければと思います。7月24日の、スタイル3ミュージックムーンスピンオフライブは、延期となりました。はい、はい、ぜひ間違えていかないようにね、泣いたら、行ったらなかったじゃ泣いちゃいますもんね。そうですね、うん、まあでもね、本当に楽しみはね、また先っていうことでね。そうですね、はい、みんな待っててもらえればなって思うんですけど、うん、はい、うん、寝かせたら寝かせた分だけ美味しくなるって言いますからね熟成みたいな、うん、熟成ライブ頑張りましょう。熟成された、はい、人気ライブ。まあでもお二人は他にもいろんなコンサート決まってらっしゃるじゃないですか、はいはい、なんか SNS を見る限り。そうですね、うんうん、そうなんですよ。ぜひぜひ皆さんにお知らせしていただければ。はい、告知で大丈夫です、うん、告知タイムです。告知タイム、はい、やった。実はですね、2021年の9月の17日なんですけれども、はい、新しく横浜にできましたビルボード横浜という場所で、僕らスタイル3がワンマンライブを開催いたします。はい、ビルボードすごい。はい、で今回ですね、2部制になってまして、まあ、入れ替え制なんですけれども、もう完全にサポートメンバーもガラッと変えてですね、もうちょっと方向性も一部二部とそれぞれ変えていこうじゃないかなっていう風な感じで、今からね、すごいたくさん練っております。すごい、ぜひね、皆さんね、来て損
するようなライブではないので、損するようなっていうとマイナスが多いな。損しない、そうですね。間違いなく楽しめるライブになっておりますので、はい、ぜひね、皆様9月17日金曜日ですけれども、はい、日にち明けてぜひビルボード横浜遊びに来てください。お待ちしております。お待ちしてます。1日で2度美味しい感じですね。そうですね。ぜひどちらも余裕ある方は見てほしいなと思っているんですけど、どんな趣向が違うんですか？前半がチェロとスティールパン入れた少しアコースティックな作品をして、スティールパンって珍しいですね。珍しいですね、結構ね長くやってもらってる、オカピちゃんっていうね、プレイヤーと、でパーカッションもカホンだけにしといて、はい、まあ革物も入るかもしれないんですけど、で後半は夜の2部はですね、ロックにドラムとギター入れて、あ、いいですね、はい、エレキな感じで、メリハリでいこうかなと思ってます。アコースティックと、そうですね、エレキな感じとっていう、聞かせる系と、はい、暴れる系ですね。あ、なるほどなるほど。これはどっちもいかないとですね。そうですね、ちなみにそういう時はお二人は楽器を変えられるんですか？楽器、そのアコースティックの時はこの楽器、エレキの時はこの楽器とか、なんかそういうものは変えたりするんですか？もう僕一丁羅みたいなもんで。一丁羅。いや、いいじゃないですか。一台でもなんか男らしい。もうそれでガンガン行くぞという。そうまあコントラバスですもんね。たまにタオルにね。タオル？それ持ち替えたり。それも。なるほど。メガホンに持ち替えたり。楽器っていうのはしますけど。まあ、なるほど、はい、それも大事です。うん、でもドラム入るときはエレアコって言ってエレキのバイオリン使うこともあるんですけど、多分ビルボードの広さだと変える必要もないかなと思って。あ、そうなんですね、音の区分けがしっかりスペースがあるからできるので、アコースティックでいける可能性が高いです。なるほど、はい、ちなみにエースケさんのブリッジが見れるのはどっちですか？どっちですかね。どっちで見れますか、ね。まあ、後半ぎの方がしやすいんじゃないですかね。可能性としては高いということですね。そうですね。じゃあやっぱどっちも行かないとダメですね。はい、皆さんどっちもチケット取ってください。どっちも。もうチケットの販売は。あ、これが15日からですね。15日。はい、今日は14日。明日だ。明日だ。明日ですよ皆さん。はい、ですね。そうなんですね。はい、なんと明日からです。はい。はい、ぜひぜひ早くゲットしないと皆さん完売しちゃうから頑張ってください。はい、ぜひ。はい、頑張ってください。偉そうだな、私さっきから本当にすいません。ぜひお越しください。はい、はい、ビルボード横浜って新しいですよね。できたばっかり。できたばっかり、私もちょっと行ってみたい。行けたら行きたい。はい、ぜひぜひ。そうですね、下見で行きました。下見でもう2人とも、もう場所はすでに見て、六本木にありますよね、ビルボード。あ、はいはい、あります。それとやっぱ似てるんですか？ね、やっぱ違いますね。違います。ステージが横に長くて、それは東京、ビルボード東京も一緒ですけど、窓がないかな。でも東京って確かあります。そうなんです、東京なんか後ろがこうガーって開いて、うおーってなる感じです。わかります意味？わかります、わかります。そうそうそう、わーって、うん、わーってなる。なんかそれはないんですけど、なんかちょっとシックな感じですね。シックな、本当に。はい、シック。やばい。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。あ、そうか。これ映ってますね。映ってますね。はい、すいません。じゃあ私が紹介させていただこうと思います。先ほど MC にも話してました。私が本当に大好きで、はい、今日演奏させてくださいとお願いしたスタイル3さんの、代表曲といっても過言ではないこの曲、はならい、お聴きください。Thank you.
今日来たお客さんはラッキーでしたね。この迫力がやっぱちょっと生で聞くのはね違いますよね、はい、はい、そして生放送で聞けたあなたも本当にラッキーでございます、うん、このエネルギーが届いたらいいですね。いいですね。はい、いやいや、もう本当に素晴らしいお二人、演奏も素晴らしいし、うん、曲も素晴らしいし、ミキちゃんのボイシングルが最高、ハモリが完璧です、うん、本当ですか、はい、うん、やったー、すごい、なんか二人だけど、うん、いろんなこう和声が聞こえてきて、本当ですか、うん、もうこれはでもあの東京バイオリン時代にあのサポートで入らせていただいて、なんかうううるさいですけど大丈夫ですか？その時から大好きでした。いや、ありがとうございます。渋子のコンサートも今でも覚えてますもん。そうですね、一緒に ね、すごい飛んでましたよね。すごい飛んでました。うーんってすごい。今日はね、だいぶ抑えめだったですね。そうですね、はい、ちょっと天井に、ね、ついちゃうと大変ですから、うんうんうん、はい、いやでもちょっと、はい、興奮冷めやらぬ感じですが、この興奮を味わいたい方はぜひ皆さんコンサートに行ってください、はい、9月の17ですね、ですね、うん、明日からチケット販売ですよ、はい、明日からです。はい、もう私も電話しちゃおうかしらいや、ぜひ来てくださいよはい、もうぜひぜひ、ね、いやでもあのスタイル3さんがゲストで来てくださった去年の10月の時にいろいろお話聞きたいこと満載すぎて聞けなかったことがあったんですけど、まずエースケさんはバイオリンもやられてて作曲もやられた、その作曲に移行するっていうか、なんかきっかけっていうのはあったんですか？きっかけ、作曲をする、もうずっとまあね、バイオリンをやるね、美月ちゃんもそうですけど、ちっちゃい頃クラシックをずっとやってる頃から、大学でオーケストラやって、そこのアンサンブルでなんか遊び始めて、そこがきっかけですね。そう、遊びってオリジナルを作り始めてってことなんですか？なんか普通のクラシックの曲を自分なりにアレンジしたところから。へえ、クラシックをアレンジしたんですか？クラシックの、そうですね、なんか簡単なカノンとかを遊び出した、はい、へえ、うん、それをちょっと聞いてみたい気がしますがうん、その辺が初めですかね。そうなんですね。ご自身でじゃあアレンジをやられた感じだったんですか、その時？自分で、あのご自身で、うん、自分でアレンジをやって、そうですね、それをみんなに弾いてもらっ て、ね、みたいな、うん、カルテットなんで。そうなんですね、うん、私も実は大学の時にオーケストラやってて、はいはい、でその時に先輩方に誘われて、クラシックではないちょっとジャズっぽい曲をやる機会を得たんですけど、うん、自分でアレンジするなんてこれっぽっちも思わなかったですね。もう弾くのが、弾くので精一杯というか、うん、だからその自分がそういう作曲になかなか頭がいかなかったものだったので、ああ、はい、高島さんがそういう、こう作曲の方の才能を開花させていくその過程をですね、はい、ぜひ聞いてみたかったんですね。本当最初はね、本当に稚拙なものでしたよ。ああ、そうなんですか？それを繰り返して繰り返して繰り返して、必要だったらコード理論ちょっとつまんでみてとか、必要なものに応じてこう勉強
勝手にしてたみたいな感じなんで。あ、そうなんですね、うん、完全独学ですね、うん、へえ。じゃあその高島さんのこの作品というのを見て、はい、長澤さんはこれはいけるぞって思ったこいつは売れるぞって。すごいいやらしい話になってきた。ちょっとこいつは金になるぞいやいや、うん、そんな確証あって、あの僕らも活動してないですから。あ、そうなんですか。いや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 、さすがにもう、うん、だってそれだったら今頃もうドーンってたまね、うん、いやでもその初めて の、 その高島さんとの出会いっていうのはなんか同じオーケストラでっていう話でしたけど、そうですね、うん、はい、その作品を見た時になんかこう長澤さん的に感じたものはやっぱりあったんですかね。もうやっぱりそうですね、字がやっぱりクラシックっていうのは同じようにあるはあるんで、そこら辺がなんとなく共感できるところがあるなっていうところがまあ始まりかな、うん、それでじゃあ僕もやってみようとは思わなかったんですか。何回かトライをしてたんですね。残念ながら僕はその才能は多分ないなといや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 、まあ、そんなねスタイルスリーのお二人のお話いっぱい聞きたいところなんですが、そろそろお別れのお時間となってしまいました。はい、はいはい、本日は本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひコンサートご正解になりますように9月17日皆さんぜひ遊びに行ってくださいね、はい、スタイルスリーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。はい、ということでスタイルスリーのお二人、高島英介さん、長澤智彦さん、いかがでしたか。もうなんか私が一人のファンとしてなんかこういろいろお聞きしちゃって時間が本当足りなかったなという感じでしたが、ね、生演奏もいかがでしたでしょうか。もう本当に素晴らしい演奏力と楽曲力、楽曲力ってなかなかね、なかなかないと思うんですよね。曲かっこいいって、あの自分もちょっとだけ作曲したりするんですけど、かっこいい曲ってなかなかできないんですよ。これが本当、先生と崇めたい、はい、爪の赤を煎じて飲みたい、そう思った水谷瑞希でございました。はい、そしてまあちょっと残念なあのお知らせもう一回復習しときましょうね。7月の24日六本木クラップスさんでの、スタイル3ミュージックムーンスピンオフライブはこちら延期となりました。時期はまだ決定、延期の時期はまだ決定しておりませんので、その辺はちょっと皆さん温かく見守っていただけたらと思います。決まり次第スタイル3さんのホームページもしくはミュージックムーンの公式ツイッターなどで SNS でお知らせしたいと思っております。はい、いやでも生演奏楽しかったな。あのスタイル3さんの曲いっぱいね、候補曲をいただいて、もうそれ聞いてる時がね、もう耳が幸せ、耳福でございました。はい、もうこの楽曲の楽しさ、まあ、タオルでね、長澤さんがコントラバスとタオルをこう持ち替えてやってるっていう、はい、皆さんも一緒になってこうタオルを振り回して日頃の疲れや、ね、いろんな鬱憤をそこで晴らしていただけたらと思います。一緒に晴らしましょう。はい、まあ、そんなスタイル3さんまたぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そして次回の、ミュージックムーンは7月の28日水曜日です。この日はゲストはちょっとまだわからないけど、はい、マネージャーが向こうの方向いてるからいないかもしれない。まあワンマンミュージックムーンかもしれませんが、もしよかったらお休み前のひととき、水谷瑞希と一緒に楽しんでいただけたらと思います。そうですね、水谷瑞希は、まあ、梅雨明けを念じつつ、そして、夜のアイスクリームをちょっと食べ過ぎに気をつけつつ、本日もあったかいお風呂に入ってスタイル3さんの曲を聴きながらお布団に入ろうと思います。皆さんもご飯いっぱい食べてゆっくり寝て明日も頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。またね。弦楽堂。弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるよう
お手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。